名古屋市千種区の猫ヶ洞通りに先月末にオープンしたスイーツのお店。中で売られているのはいちごにチョコ、さらにはマロンと10種類のソフトクッキーです。おいしい。食べ応えある感じで。お店の名前は ABCDEFG、 たけしとクオンのおかしな関係。なんだかユニークな名前ですが、立ち上げたのはこちらの2人。名古屋を拠点に世界で活躍するおなじみシェフ柴田の柴田たけしシェフと、愛知県豊橋市に本店を構え全国に52拠点を展開するクオンチョコレート代表の夏目博嗣さん。ここ1年っていうか、すごく世界的にアメリカンソフトクッキーっていうのが駅だったり空港だったり、あとはパリのお菓子屋さんでもクッキーを出してるところが一気に増えたんですね。この日本にね、広めていきたいな。具材がたっぷり入り、しっとりとした食感のソフトクッキーは今世界中でブームになりつつあるんだそうで。甘ったるいイメージがアメリカンソフトクッキーってあったんですけど、大胆なんだけど繊細にすごく美味しくなるっていうのは面白いですね。2人がコラボするきっかけとなったのは、名古屋ではすっかりおなじみとなったチョコレートの祭典、アムール・デュ・ショコラ。プレッシャー感じる。一番は柴田さんの内容。クオンチョコレートとシェ・柴田のブースが今年偶然隣り合わせに。障害者雇用に積極的に取り組んできた夏目さんが、多様な人が働ける職場をもっと増やしたいと柴田さんに相談したのが始まりでした。夏目さんが今までやってこられたこととか、そういったことを詳しく聞くことができて、僕が今まで全く触れてない領域だったので、まあ、スイーツっていうそのカテゴリーの中でね、地域またはこの日本の中でそういう貢献がねできるんであれば。レシピは柴田シェフが考え、夏からクオンチョコレートのスタッフの研修がスタート。クオンの従業員の6割が体や心に障害を持っているため、工場内にはさまざまな工夫が凝らされています。自閉症なので、こう聞くことっていうより、こう目から入ることの方が理解がしやすいので、プレート何グラム何グラムっていうのを見てスムーズにすごくできているので。これ一杯作ってくれる？そう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 。こちらはアイスクリーム屋さんでよく見るディッシャー。これを使うと簡単に適量の生地がすくえて、しかもふんわりした焼き上がりになるんだとか。難しいんですか？簡単です。目標はクッキーバターを作る。こう優しく混ぜていくだけなんだよねっていうことが、何か手先を求めるものでもないので、これはいろんな人ができるんじゃないかなと思って。いきますよ。はい、はい、チーズ笑顔で、はい。そしてオープン当日、朝から続々とお客さんがやってきます。すごい栗の風味が感じられて美味しかったです。しっとりしてるんですけど、口に溶けてくるような、すごく食べやすい。評判は上々のよう。みんなすごいやりがい感じてくれてるんですよ。え、シェシバタのとか、本当に嬉しいし、働いてるみんながすごい誇らしくやってくれるので。実は ABCDEFG まである店名っていうのは世界中探してもないと思うんですね。ただ皆さんが知ってる言葉、みんなが簡単にできるように、でも世界でここだけの味を。シンプルで豊かな味わいのソフトクッキーの店は、名古屋からまた全国へと広がっていくかもしれません。